さあこちら学園系のアニメの男の子が転校初日に何を感じているんでしょうか。よかった、教室で浮いてるの僕だけじゃないや。いや、そっちの浮いてる方か。それ物理的な方の浮遊なの？この考えが一番浮いてるよ。エンハンスアーマメント、闇の炎。はい、どうも、最近5等分の花嫁2期最新話10話だけ見た男、ガイトでーす。実はまだ1期は全部見てたんですけど、2期見てなくて最新話だけ見たんすよね。いちかがなんか腹黒姉さんになっててびっくりしましたよ。ハーレマニエって昔はいいなって感じで見てたんですけど、最近だとリアリティに欠けるのであんま見なくなったんすよね。だから1回でいいからそういう経験したら想像しやすくなるので、これの女募集。ってことで今回は国民的アニメキャラの殿堂入りボケてに突っ込みしてみた第28弾でーす。この動画が一瞬でもいいなと感じたら、高評価の方だけよろしくお願いいたします。最近少ないので今回だけでもみんなの力を貸してくれ。それではどうぞ。こんなニトリは嫌だ、全部不良品、お店がボロい、お値段異常。いや、ただのぼったくり店。ニトリのいいところどこもなくなっとる。東京とかでたまに外国人が経営してるやつ。手術中の医師が口にし始めると非常に危険な言葉。君の膵臓を食べたい、失敗は成功のもと。赤い血管と青い血管、どっちを切ればいいんだ。絶対天性爆弾処理派、天才の方の外科医なんですけど、コナンの映画思い出す。ソイソイ、大丈夫？明日関東なんだろ。大事な試合だかんね。頭がプロテイン、筋トレしすぎて脳筋になっとる。ドナルド、いや、僕はドナルド。今日はマクドナルドに関する君たちの疑問に何でも答えるよ。子供、マクドナルドの肉に人肉が使われているってのは本当？それはケンタッキーだね。いや、マクドナルド訴訟問題、変な噂ばっこりなすりつけおったな。 KFC 裏手でもそこまで言わない。綺麗な歌声だな、胸を張るともっと良くなるぞ。先生、最近優しいですね。来園からやっとお前の担任じゃなくなるからな。裏でめっちゃストレス抱えてた。のび太くんへの採用苦労してたんだね。でも来園がない永遠ループ世界なのに嬉しいのか。ギロチン、フランス革命において受刑者の苦痛を和らげる人道目的で採用された。意外に買えばが高い。いや、感覚がヒゲ剃り。毎日使うものだからランニングコスト高そう。ドンキとかで売ってんのか。スタンプカードお作りしますか？はい、3回分押しておきますね。わー、嬉しい。あー、明日でこのお店潰れるんです。いや、そのスタンプの意味ある？唐突に累性崩壊するね。系列店で使えるパターンなのかな。どうしたの？どうして書かないの？もしかして富樫先生？煽り方がトリプルハンター。すっかり老け込んでしまわれて書けないんじゃない、書かないんだ。ちょっとお寄りになって。では、ちょっと今日の晩ご飯もとんかつ。お客様に失礼よ。溢れ出るサイコホラー、文句言いながら空気満々かよ。お互い初めてで失礼極まりないわ。こんな大惨事を起こしてまだヒーローを続ける気か。顔を食べた奴らが食中毒を起こした。アンパンマンガチ勢の図。ジャムおじ不在の間に腐っちゃったか。菓子パンの消費期限は短いから。息子が、ブラウンが、見当たらないんですが、息子は、どこでしょうか。巨人の胃の中を探索中です。明日あたり、茶色になって出てきますよ。ブラウンだけに。いや、ブラックジョークすぎ。それ思いついても遺族に言っちゃダメ。お母さん大号泣もんだよ。昔話に無理やり4億人を登場させてください。海岸では4億人が亀をいじめていました。もはや一周回って文化、暴動の域を超えてるし、ほとんどの人が亀の場所分からなそう。そしてこれにはさすがの浦島太郎もつけ入る隙がない。これから飯食いに行くんですけど、一緒にどうすか。いつもトイレで食べてるからいいよ。いや、お前いじめられてんのか。ぼっち飯の場所で比較的難易度の高い有名スポット。まだ有効な治療法が確立されていない難病の一つです。仮病って何ですか？と聞いたら割と真面目に答えてくれた。医者がめっちゃ真面目なタイプ。つまりバカにつける薬はないと、いくら寝ても治らないんだよな。あの青い車を追うんですね。バカ、あれは今度黄色よ。緑だぜ。お前ら一回マスク取れ。お前らややこしいな。全員自分のマスクで色混合しとる。女の子に、なんで夕焼けは赤いの？と聞かれた時の反応。文系、君があまりに可愛いから赤面してるんだよ。理系、光の散乱。体育会系、気合、ボケて系。マスク取れ。いや、ガッチャマンじゃねえよ。あのボケてまだ続いてたのね。決して女の子が赤いマスクつけてるわけではない。相変わらず頑張るな小次郎。安心してないで、お前も少しは見習えよ。ツンツンツン、おでんツンツン男いるんだけど。もはや懐かしいわ。平平法みたいに言うな。上から読んでも下から読んでも同じ意味になる言葉や文を探して四角に書きましょう。世の中ね、顔かお金かなのよ。人間審査が厳しい。暗すぎた現実だね。天才ボケて現る。アド、うっせえわ。アホ、意味わかんねえわ。アソ、漢字読めねえわ。
アナ、少しも寒くないわ。実はエルサなんだよな。ウドキャイン的な発想、あなたじゃわからない。レディゴー。いらっしゃいませ。こんにちは。私たち初めて来たんですけど、あまりに広くって、よろしければ店舗をご案内いたしましょうか。ぜひお願いします。私は買わないけど、いつもこの店に来てるの。いや、お前店員じゃないんかい。せめて商品一つくらいはたまに買え。ありがた迷惑でしかない。これは素晴らしいイタリアのワインですね。ソルデーラというワインで、なかなか手に入りません。醤油ですよ。どうやったら間違える？普通にしたらぶっ壊れてやがる。てか醤油出すのもおかしいだろ。うるさいなぁ、ぶっ殺すよ。アドの新曲。曲名雑すげー。新たに殺意芽生えてんだけど。一世話の間に何が起きたの？今日はどうしました？最近主人が信じられないことを言うんです。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、関明を憑依しとる。今来る家に帰れ。そして主人は都市伝説で。どうなんですか今井さんの様子。手術は定時です。ごめんなさい。ごめんなさいが白々しい。患者の死因が定時。逃げるように帰っていくな。寿司職人の気まぐれ回転寿司。レベル20、回転スピードが不規則に。レベル50、逆回転で回り始める。レベル999、時々自転する。寿司が意志持ち始めとる。気分フィギュアスケートかよ。気にすんな、これまでが良すぎたんだよ。のび太を見ろ、しょっちゅう0点でも明るく生きてる。そうとも、出来すぎさんにそんな慰め方ってないわよ。出来すぎやめるんか。おお、すごい怖い部活の子も。おそらく逆効果で。慰め要素どこ行った？学園で一番顔面偏差値が高くて、黒髪ロングの清純派で、スタイル抜群な上流階級の女学生にありがちな裏の設定を教えてください。学園で一番の不良と幼馴染。絶対恋愛するやつ。しかも大抵どっちか金持ちだから。なお不良も顔面偏差値に。尊敬語、おっしゃるなど、謙譲語、申し上げるなど、丁重語、申すなど、美化語、お料理など、丁寧語。デアンス。稲妻イレブンのクリマス。今最もネタにされてる選手代表。今回 YouTube とかでクソ動画だいぶ流行ってるよね。お父さん？こんな時間からビール？スポンサーがキリンになってから話が強引。企業の力の恐ろしさ。実際東芝がスポンサー時代は磯野家に東芝製テレビが来る話があったらしいですね。朝日、恵比寿、札幌と組んでる説。うるさい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 。貴様に生きる場所などないわ。うっせぇわ歌ってたらだんだんとヒートアップしてきた。いや、サビの出だしからちゃう。オリジナルアレンジがどう超えとる。誰相手に言ってんのか気になるわ。東京スカイツリーに行きたいジョン。寿司が食べたいキャサリン。こいつらの語尾、独特すぎだろう。それ語尾だったんか。変な語尾はやめろでやんす。キャラ付けするためによくやる手法。遅刻した時の言い訳。レベル1、寝坊しました。レベル10、体調優れません。レベル999、時間が僕を置いていきました。上司廊下に永遠に立ってなさい。それで納得する先生ゼロ人説。かっこいいけどバカ野郎。こないだママのメガネ割れてたでしょ。あれのび太だよ。昨日は買い物に行って、お釣り15円ごまかして、居眠りして先生に立たされて、これからのびちゃん。廊下って落ち着くわね。いや、落ち着くな落ち着くな。廊下に精神安定効果でもあんのか。共通の遺伝子発揮しとる。全クラス1の俊足武田。コーナーの魔術師高松。ラストスパートの鬼田村。田村のストーカー村田。誰か警察連れてきて。一人だけヤバいやつ混じっとるから。目指してるのがゴールじゃねえ。お父さん影。お父さんが帰ってきた。お父さんはズボンを履いてなかった。お父さんはパンツを履いてなかった。私はなるほど、そうきますか、と思った。山梨県甲府市、小一。子供冷静すぎだろ。よく家に帰ってこれたな。そんなリアクションするか。おばあちゃんの知恵袋。暴力、話し合いがまとまらなかったり、交渉がうまく進まなかったりすると困るね。こんな時、暴力を使うと簡単だよ。たくさん暴力を使っていると、何もしなくても、意見が通るようになるから、試してみてね。血がポタポタ焼き。いや、震え上がるわ。こんなおばあちゃんいるか。おばあちゃんして、なんか女は宝石が欲しいんじゃないの。それが愛の証だから欲しいの。俺の携帯登録名が ATM だった。絶対それ思ってねえだろ。愛してる人の名前に ATM はつけん。なんであげるものを石にしなきゃいけないんだろうか。自宅からリモート会議に初参加。98歳、会長さんの驚きの行動とは。フリーズしただけなのに救急車呼ばれた。ただの機械音痴やないか。だいぶ周り迷惑だな。実際にありそう。やだ、ルカは楓、やつは紛れもなくタイプ。もうほぼにしか見えない。ゴリラが発情期を迎えました。そしてやつはジャニセンか。やめろ、お尻を出すな。しまうんだ。出す出すな。漫画日本昔話のエンディングテーマを聞いた直後。いや、一等賞になろうとしとる。意外と単純か。何でも影響受けるタイプ。ふざけるのも大概にしろ。いや、悪い悪い、誰にも間違いはあるもんさ。勘弁しろな。わははは。
顔がふざけてるんだよ。失礼オブ失礼。そもそも絵の画風が違うからね。黙れ。何も違わない。私は何も間違えない。すべての決定権は私にあり、私の言うことは絶対であり、お前に拒否する権利はない。私が正しいと言ったことが正しいのだ。吉田沙織。好き？ごめんなさい。いや、どういう関係？二文字なのに最強に恐怖。無残抹殺されたな。俺は鼻が利くから、平気だよ。うちに止めてやる。来い、踊れ。カン。炭治郎大綿。いきなりボスとの遭遇。鬼との共同生活始まってんだけど。炭治郎がホモだった。結構きつい事実。主人公補正されてもこれはギリマイナス。ごめんください。全日本プロあやとり協会のものです。はぁ？あやとりの天才少年の噂を聞きまして、ぜひうちの協会のプロに入ってください。うちののび太がですか？ザラキ。いや、なぜ殺したし。まさかのドラ違い。唐突な呪文魔法。片付けらかん。まあ、まあ、まあ。綺麗になったわ。この子も消しといて。鬼畜すぎたお母さん。ついでに頼むことじゃねえ。え？あれが泳ぎの練習？ちっとも上手くならないんだ。プールですればいいのに。泳げるようになってから行くよ。それじゃあいつまで経っても泳げない。そうかね。やっぱりダメかね。これでも飲むか？トーナル錠という薬だ。何の薬？生きてて辛いだろ。こいつ相変わりてやがる。人生リセット薬かよ。そんな顔して言うことか。下に犯人、おるやないかい。これ何の影だよ。何でも黒いシルエットが犯人に見えてしまう。やーつ。映画化で整形した。もはや別人やないかい。あのサイコパスな目の静かが懐かしい。日に日に可愛くなってきてるよね。あの、おじいちゃんの容態はどうなんでしょうか。正確に問題がありますね。嫌いです。そうですか。いや、容態を聞いてんだけど、お見合いじゃねえんだから。お前の好みとかどうでもいいわ。溺れない。毒がある。高く飛ぶ。火に強い。一人だけ長所なし。一番見た目はうまそうだけどね。体格の割に見かけ倒し。紫式部、作家、歌人、源氏物語の作者、枕草子作者の清少納言に、腹が明けぼのという陰口を書いている。すげええげつい皮肉。悪口もセンスあるんだね。てか明けぼのその時代にいねえよ。ジャイアン、それ誰のこと？誰？ほら、ゴーダたけしだよ。体のでっかいいじめっ子。同級生で近所に住んでる。ゴーダくん？僕のクラスにそんな子はいないよ。いや、今までだっていたことがない。たけし？うちにはそんな子いませんよ。おかしな人？これじゃあ、名前、わかんないよ。いや、諦めないで。確かにそうだけども、明日にはもう忘れてそう。アパートの隣に住んでるおじさんはマリオらしい。赤い帽子に M って書いてある。いつも元気いっぱい。数ヶ月に一回、またかよ、あのアーマー。ってつぶやきながら出ていく。いや、いつもいやいや言ってるんかい。近所に結構な頻度に連れ去られてた。クッパの駅の根を止めておけば次はなくなると思います。先生、お弁当忘れました。隣に見せてもらえ。いや、教科書じゃねえんだよ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。